1968年8月3日、埼玉県埼玉市の酒屋の三男として僕は生まれた。両親にも祖父母にも年の離れた兄二人にも大変可愛がられて育つ。そのせいか、とにかく人見知りが激しく、いつも母親の後ろに隠れるような消極的な子供だった。小学校に入っても内気で消極的な性格は治らず、学校に行くことが嫌いで、小学校1年生で、当時子供には大変珍しい精神性の胃潰瘍で2ヶ月間入院する。毎日母親に会いたくてベッドの中で泣いていた。小学校4年生になって地元で盛んなサッカー少年団に入団するが、卒業するまでずっと補欠だった。中学でもサッカー部に入るが、やはり3年間ずっと補欠では、勉強はといえばそれも中の下だからといって落ちこぼれだったり不良だったわけでもなく、とにかく普通だった。今思えば普通なことが最大の劣等感だったのかもしれない。高校でも無気力な学生生活を続けていたが、遊ぶ金欲しさのためにモスバーガーのアルバイトを始める。自分が作ったハンバーガーを食べたお客さんから、うまかったよ、ごちそうさんと言ってもらう。家の酒屋を子供の頃から手伝っていたので、お客さんと接することには慣れていたが、自分が作った料理で人に喜んでもらうということに今まで感じたことのない感動を味わう。高校を卒業し、特にやりたいこともなくフリーターとなる。それでも飲食業には魅力を感じていて、東京の飲み屋でバイトを始め、そのままの流れで飲食の世界に入り、いろいろな飲食店での仕事を経験する。時は流れて1998年から始まった酒の販売免許の規制緩和で、どこでも酒が販売され、安売りも始まり、実家の酒屋が倒産の危機に陥ってしまった。その時僕にはいろいろな飲食店での経験が10年以上あったので、思い切って酒屋を辞めて飲食店にしようと提案し、近くに大学があったのでラーメン屋がいいのではないかと思い、酒屋をラーメン屋にするのですが、使えるお金もほとんどなく、地元の建築職人の友達数人にお願いして材料費だけで店を改装、食器もほとんど100円ショップで調達し開店させました。そして自分の家賃も節約したく、アパートを引き払い、実家に余っていた6畳間に妻と子供2人と一緒に引っ越しをしました。私も妻も毎日16時間以上、6ヶ月間1日も休みなしで働きました。不安とは裏腹に、店はオープンしてすぐ大繁盛で、地元の同級生や親戚や知り合いまで来てくれて、連日の満席、お店に入りきらずに断ることもたびたびでした。来てくれた人はみんな、いい店だね、毎日来ちゃうよと口々に言ってくれました。でもオープンより2週間が過ぎた頃、だんだんと店は暇になっていき、1ヶ月もするとすっかりお客さんはいなくなってしまいました。多くても1日数人、もちろんゼロという日もありました。どうしたらいいんだ、このままでは借金を返せない。そんな時、人生を変えてくれる出来事がありました。それは本屋での一冊の本との出会いでした。それはマーケティングの本でした。その時の自分にできることは料理を作ることだけで、売り上げを上げる手法を何一つ持っていませんでした。私はその本を読んで売る方法を学び実践しました。睡眠時間を削り、遊びの時間はもちろん家族との時間も全て犠牲にして仕事に費やしました。そのおかげか、少しずつお客さんが増え、赤字の状態から少しだけ黒字に戻すことができました。でも借金は残ったままでした。一日でも早くこの状態から抜け出したかったので、セミナーも受けに行きました。最終的に資金的な余裕はありませんでしたが、思い切ってコンサルタントをお願いすることにしました。お金はかかりましたが、コンサルタントの先生にお願いしたことは大正解で、圧倒的な時間の短縮をすることができました。売上が月30万円上乗せされると、生活は圧倒的に変わりました。時間に余裕もでき、アルバイトを雇うこともできるようになり、妻や子供たちとの時間も取れるようになりました。その後、社員も雇用し、右腕も育ち、店には行列ができるようになり、2店舗目、3店舗目を出店するまでになりました。なんとか繁盛飲食店の作り方というものを理解してきた頃、知り合いのお店からアドバイスをしてほしいと言われるようになり、今では自分がコンサルタントをするようになりました。売上を上げるには、ちょっとしたコツがあります。私はそれを本をもとに独学で実践したので、ものすごい苦労とものすごい時間がかかってしまいました。でも、先生の知識を借りたら、私が費やした労力や時間が簡単に短縮できたのです。だから私は今、飲食業の仲間に売り上げを上げるコツを教えています。この動画を見ていただいたあなたにお伝えしたい、私に特別な才能やスキルがあったでしょうか。私は子供の頃からどこにでもいるごくごく普通の
劣等感だらけの人間でした。でも、正しいやり方と正しい順番を教えてもらえれば、最短でゴールにたどり着けるのです。あなたは時間とお金に余裕ができたら、どんなことがしたいですか？時間とお金に余裕ができたら、あなたの大切な人はどんな表情をしていますか？もしあなたが現状を変えたいと思うのなら、本気でチャレンジをしてください。私もまだまだやりたいことがたくさんあります。それはもっと繁盛店の経営者を作ることです。そしてその人とその周りの人たちが笑顔で幸せに暮らすこと。そんな飲食の仲間たちのお手伝いをしていきたいです。近い将来、夢や理想を叶えたあなたと良きパートナーに、そして友達になりたいと思っています。あなたと直接会える日を楽しみにしています。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。